制限すぎるがゆえにギャンブルのようなエントリーに走りがちになります。はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。本日もよろしくお願いします。で、今回はですね、初心者が月収100万円が続出、5分でも1分でも使える手法、これの完全休校系を無料で伝授いたします。まあ、いきなりなんですけど、バイナリーオプションの和訳って知ってます？まあ、あんまりね気にしたことないっていう方が多いかなと思うんですけど、まずバイナリーには2つのっていう意味があるんですね。じゃあ次オプション、後につくこのオプションって権利って意味なんですよ。で、この意味を掛け合わせると2つの権利っていう意味になるんですね。まあそのままっちゃそのままなんですけど、ということでちょっとね、じゃあ本日の手法を紹介していくんですが、今回ね、移動平均線と ADX を使った手法、使いやすくて勝率も安定してる手法で、トレーダーからね本当に重宝されてる手法なんですけど、今回はこの手法ね、さらに進化させた手法、つまり完全究極系っていうのを紹介していきたいなと思います。で、これ何を進化させたかっていうと、もともとね5分でしか使えなかった手法なんですが、1分の弱点っていうのを補強して1分でもエントリーができるようにしたんです。ではそんなね手法を解説していく前に、僕のチャンネルではその時その時の相場に合わせた手法っていうのを僕なりのね見解を伝えながら紹介しています。ぜひいいねとねチャンネル登録をしてこちらの動画をご覧ください。それから現在の相場に見合った手法っていうことで、じゃあ直近相場だったりとね、かなりタイムリーな情報が満載なので、ベル通知は必ずオンにしておいてください。こちらの動画を最後までご覧いただければと思います。それではね早速やっていきましょう。本編スタートです。はい、そうしましたらね、実際にチャート画面を通して解説していきたいと思います。で、毎度おなじみではありますが、まずチャート画面ね開いていただいて、時間足の設定からしてください。で、今回こちらの手法は5分足を使っていきますので、まずねこれチャート画面開いていただいて、こちらですね、こちらを M5 と設定してください。で、今回は5分足で解説するんですけども、まあ1分足でもね使えるかなり万能な手法になるので、まあ、ご自身のねトレードスタイルに合わせてそこは変更していただきたいんですが、今回は5分足で解説していきます。で、今回ね使っていくインジケーターは2つです。移動平均線と ADX、 こちらの2つを活用していきます。ではまずこちらの移動平均線から挿入していきますね。まずこちらの挿入インジケーターのトレンドの中にありますこちらムービングアベレージですね、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。で、まずパラメータのところで期間を20、移動平均別をシンプル、適用価格をクローズで設定をしてください。こちらで OK ボタンを押していきます。はい、そうしましたら2本目を入れていきます。こちらの挿入で、インジケーターのトレンドの中にありますこちらのムービングアベレージを選択します。そうするとこのような設定画面が表示されますので、まずパラメータのところで期間を50、移動平均別をシンプル、適用価格をクローズで設定をしていきます。で、中期線に関してはゴールド、黄色を使っていきます。こちらで OK ですね。で、最後3本目ですね、長期の移動平均線も同様にね、こちらの挿入から入れてもらって、設定数値はこちらになります。パラメーターの期間が70、移動平均の種別をシンプル、適用価格をクローズで設定をしてください。で、こちらのね長期線に関してはピンク色を使っていきます。こちらで設定していきましょう。はい、そうしましたらもう一つがこちらの ADX になりますね。こちらも同様に挿入、インジケーターのトレンドの中にありますこちらアベレージディレクショナルムーブトインデックス、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。で、まずパラメータのところで期間を14、適用価格をクローズで設定をしてください。で、次に色の設定のところでプラス DI とマイナス DI は今回使えません。ですのでそれぞれねノーン、こちらでね設定を消しておいてください。で、最後レベル表示で40と50を使っていきます。まあ、それぞれこちらのね追加から設定できますし、削除する際はこちらから設定できます。はい、そうしましたら OK ボタンですね、こちらで設定をしていきましょう。このように設定されれば完了です。では早速エントリー条件の方に入っていきましょう。はい、そうしましたらこちらですね、ハイエントリーの条件からやっていきます。まず最初にメインチャートをご覧ください。こちらの移動平均線、この移動平均線が上昇のパーフェクトオーダーを形成していることですね。上から順に短期、中期、長期と並んでいることになります。まずこちらの移動平均線で上昇のパーフェクトオーダーであることを確認してください。で、それを確認しましたら続いて ADX、 こちら見ていただいて、40以上推移したタイミング、つまりこちらですね、こちらが条件が一致したハイエントリーのポイントになります。ですのでこちらの達成の次なしでハイエントリーをかけていきます。そうするとこの陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。
で、こちらの指標の根拠に当たる部分なんですが、まずは移動平均線のこのパーフェクトオーダー、まあパーフェクトオーダーが確認できたっていうことはトレンドが強いっていう見方ができます。ただこれだけでは、まあ、根拠だったりね、エントリーするタイミングっていうのが分かりにくいですし、まだこれだけでは怖いんですね。根拠が少し薄い、まあ、根拠に欠ける部分が少しあるので、今回はこちらにね ADX を加えていき、トレンドが本当に強いのか、そしてエントリーポイントはどこなのかっていうのを明確にしていきます。まあ、この ADX ってね、まあ、先ほども少し触れたんですけども、40以上でトレンドが強いっていう見方ができるんですね。まあ、25以上が結構まあポピュラーだったりするんですけど、40以上でね設定してるので、まあ、かなり根拠としては強いです。でこれ50以上だとさらにトレンドが強いっていう見方もできるんです。なので今回のね指標としては、40以上を推移したタイミングでまだまだ50以上に向かって推移していくだろう、そういった根拠に基づいてエントリーをしていくことによって、確実なポイントでエントリーをしていき稼ぐといったことが可能になるんですね。まあご覧いただいて分かるように、もう本当にねすごく簡単ですし、かなり稼げます。初心者にはもってこい、本当におすすめの指標となっております。そしたらね、反対にローエントリーも見ていきましょうか。はい、そうしましたらこちらですね、こちらはローエントリーのポイントになります。まあ先ほどの逆になりますので、かなりねイメージはついてるかなと思いますが、変わらず最初に見るのはメインチャート、移動平均線になります。こちらの移動平均線が下降のパーフェクトダを形成していること、今度は逆に上から順に長期、中期、短期と並んでいることですね。こういった局面を探してください。でそれをね確認しましたら ADX 見ていただいて、数値が40以上推移したタイミング、こちらのレベルラインに対して下から上に抜けた、超えたタイミングが条件が一致したポイントです。つまりこちらのローソク足が条件が一致したローエントリーのポイントですね。ですのでこちらの達成の次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。でここでね一つちょっと注意点をお伝えします。でまず気をつけるポイントとしては、このようにねローソク足と移動平均線との距離が離れてるとき、そこからトレンドが強いっていった認識はできるんですが、逆にローソク足と移動平均線がこのようにねまあ絡み合ってたりとか近いっていった状況のときって、パーフェクトオーダーは認識はできるんですけども、トレンド自体はあまり強くないっていったとこも考えられるので、そこは注意してください。なのでこの画面で言うとね、じゃあここに関しては40以上の推移をしっかり確認できるんですけども、こういったね絡み合ってる部分って結局この40以下を推移してるんです。トレンドが強いかどうかっていうよりかはトレンドが発生してないってことなんですね。そういった部分を移動平均線だけではなくて、この ADX もね交えて確認するってことができるんです。なのでくれぐれもね、じゃあこういった局面で ADX が40以上条件がね一致してるように見えたとしても、エントリーをね行ってしまうと結局資金を溶かしてしまうっていうことになりますので、ここはね気をつけながら注意しながらエントリーしていただきたいなと思います。それとこれね今見ていただいている方の中には、じゃあこういったトレンドフォローのエントリーの際にそのまま連打してエントリーを続けてもいいのかっていう疑問を持たれる方もいると思うんですよ。どうせねトレンドに乗っかるならそのままエントリーした方が稼げると思いますよね。まあこれはね正直言うと半分正解で半分不正解なんですよ。でまあそもそもの話になるんですけど、エントリーを増やすことが目的ではないんですよね。利益を出して稼いでいくっていうことが目的になるので、そこの本質っていうのはくれぐれも間違わないにしていただきたいんです。特に1分取引だとね、最初にも言ったんですけど、まあポンポンいけるので理性を失いやすく、ギャンブルようなエントリーに走りがちになります。バイナリーも立派な投資になりますので、ギャンブル感覚では決して稼いでることはできません。でまあそういった時のメンタルの管理だったり、じゃあさらにはね資金管理のスピードも5分取引に比べて速くなるので、頭が追いつかずどんどん取引してしまって、結果気づいたら資金がないなんてことも十分に考えられます。なのでしっかりとしたね根拠があって自信があるといった方には別に取り入れてもいいかなと思うんですけど、まあ、初心者であったり、じゃあバイナリーを始めたばかりの方に関しては、まずは最善のポイントで堅実に資金を増やしていく方が僕はいいかなと思います。ただまあそれでもね連打したいって方には中にもいるかなと思いますので、一応連打する時の解説もしておくと、連打する時って一番重要になってくるのがやめ時になるんですよ。でこれはね過去チャートなので、まあここからねずっとバッとエントリーしていけばいいっていう風なことは口では簡単に言えるんですけど、
リアルタイムで見た場合って分かりづらいんですよ。なのでやめ時はしっかり持ちましょうっていうことなんですね。でこの仕様のやめ時にしては ALIX がじゃあこのようにね上がっていって50のライン、ここはね50のラインに触れてはいないんですけども、ここから右肩下がりになってますよね。つまり下落しちゃってることになるので、このタイミングでやめてください。でこの時っていうのはトレンドが弱まってきたっていうことにもなるので、このタイミングもしくはパーフェクトオーダーがまあこのような感じでね交差してる時、まあよれてきてるポイントに関してはこういったポイントもねやめ時にはなります。そういった点に気をつけながらエントリーをしてってください。で連打する上ではねおすすめっていうのは40以上を推移したタイミングからの50までの間、この間で連打するんであれば勝率もねまだ高く取れてますし、本当に連打王になるっていうんであればこの期間だけだったらいいかなと思います。ただこういったポイントにね50を触れずに下下落する可能性も全然あるので、こういったポイントはねここで条件を確認してここでエントリー、まあここね結果負けちゃってるんですけども、その際にね ADX が下落してるのでここから先はエントリーをしないとかっていうようにしてください。でなぜじゃあこれ50までの間かっていうと、そろそろ利確であったりとか損切りをする人っていうのが増えてくるんですね。トレンドの中でも方向性が定まらなくなるっていうのもあるので、そうなる前に連打をしてねこのね50のラインぐらいまでで止めていくと美味しいところだけを持っていくといった形ができるので一番賢いやり方にはなります。ただこれに関しては資金管理もメンタルの面もしっかりと管理することが重要になってくるので、自分の中で明確な自分ルールっていうのを取り組んでくださいね。ということで今回はね5分でも1分でも使える順張り手法っていうのを紹介してきました。まあかなり有効的な仕様になるのでぜひ参考にして取り入れて稼いでいっていただければなと思ってます。そしてここでねこの仕様の勝率をさらに上げる方法っていうのがありまして、ここまでね見ていただいたあなただけに特別にお伝えします。それはあるインジケーターをプラスで取り入れるっていうことなんですが、こちらの受け取り方法を紹介していきます。受け取り方法は一つでも抜けてしまうと私ができないので必ず満たしてから受け取ってください。で受け取り方法につきましては条件は全部で3つです。まず1つ目、この動画にどんなことでもいいのでコメントください。いつも見てますとか勝率アップ法を知りたいですとか、これは何でもいいのでコメントをお願いします。そして2つ目、僕のチャンネル登録をしてもらうっていうのとこの動画に高評価を押すことです。で最後、それができたらやってあることがわかるスクリーンショットもしくは画面を撮影したお写真っていうのを僕の LINE まで送ってください。そして LINE にメッセージでハマグリって送ってください。4文字でハマグリです。で LINE の登録方法は今表示中の QR コードか概要欄の LINE から飛べますので登録をお願いします。では本日はねこれで動画を終わろうと思いますが、こちらの動画が良かったよって思われた方はぜひ高評価とチャンネル登録のよろしくお願いします。また概要欄に僕の LINE 貼っておきますので、今登録していただけると今後有益な情報っていうのを渡していきますので、ぜひ LINE 登録のもよろしくお願いします。でもしねわからないことがあれば LINE で気軽に聞いていただければと思います。では次回以降も初心者でも勝てる簡単に稼げる手法をどんどん紹介していきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。